更新。どうも。びっくりした。びっくりした。今お時間よろしいですか。いやちょっといいっすか、僕人さん。お願いします。ちょっと。出ちゃって。成長させて。いや、俺前あれ3人とかで教えたじゃないですか。あ、やった。あ、あの時めっちゃ動き良かったから。あ、良くなったな俺。はい。あ、良かった。教えたら教えた分だけ。あ、行きます。それは自信あります。じゃあ僕の苦手なキャラ募集しましょうよ。OK。ちょっとまあリリーとか。あ、リリー。ジェイミー。ああ、ジェイミーね。はいはいはい、はい。プキラとナルオに教わったの忘れたのか。いや、忘れ、あ、教えてもらったんだから勝てないんだ。だからもう一回見てもらう。ああ、はい、はいはいはい。やっぱね、対戦経験が少ない。それが原因なんだね。一応ね、はいはいはい、知ってるんだ。はいはいはい。で、多分それで、カズのこれ保管してもらおうかなと思って。OK、そう、ね。やっぱリリーのあの、飛んでくるやつあるじゃん。はいはい、はい。羽つけて。はいはい。あれ、インパクト無理だね。あれ、一応パリでもいいっすよ。あ、パリにするか。OK。突進だけ見て、ガン待ちして。うん。来たと思ったらパリ押せば結構ジャスパなって。あれ、地上くらい？いや、空中っすね。あ、空中か。OK。空中でしかもただ技だから、うん、すぐに昇竜拳とかで、とかコパンとかで落とさないと、その後のなんか攻撃食らっちゃうみたいな。じゃあコパン空中くらいの、昇竜拳とか。昇竜拳とか。むずいね。むずいっすね。ただ、垂直ジャンプとか置くの嫌じゃないですか。うん、そうだね。どうせタイミング悪かったら食らうし。ジャストが取れない。いや、まあ実戦で、まず手先にしたら、大事に入った、大事に入った、コパン大事に入った。けど、ちょっとむずいね。あ、むずいっすか。まあ、コパン勝利でもいいっすよ。コパン勝利でいいよ。これ、2200のジェイミーはちょっとさすがに。これ安いもんな。ノーマルはジャスパ取れたらインパクトいけて、あ、インパクトいけるらしいよ。それは知らなかった。あ、じゃあそうしようぜ。普通に熱いな。え、それって、2段目、3段目、耐えてインパクトが当たる。っていうことかな、ただちょっと確かめるわ。いった、インパクトいった。え、それあれやっぱ突進何発か耐えて、いや一発で終わりだね。一発しか耐えない。 あ、はいはい、3発じゃない、 EX じゃない、3発じゃないじゃん。あ、 EX は3発、ちょっと EX やってみようか。ちょっと早すぎる。いやでもね、あ、あ、インパクト間に合わない。 EX は、あ、 EX は間に合わない。頑張ります。リリー戦おー、はい、ここジャックハードらしい。いい、うまい。よし。今回やっぱ強ハード打ったんですけど。うん。やっぱジャックハードドライブらしい。オッケーオッケー。強ハードマジビタンない。シャムイク。そうなんだ。ああ、そうなんだ。へえ、シャムイク。うまい。あらら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 らそうそう、神神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 届いた、届いた、オッケー、どない、おお、やっぱレンガさ、うまい、うわ、うまっ、うまいな、死んだ、死んだな、死にましたね。
強え、ちょっとさすが強えな、触れねえわ。あ、やっぱ弱波動だと、なんだろう、向こうはまあパリしても、うん、ドライブゲージ回避、こっちは回復する時間がもらえるんで、はい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 、そういう意味でも、あの、全部弱波動でいい。なんか何されてるか分かんない、何か狙いが分かんない。これ狙いはまあ相模ダイパー当たってくんねえかな、それ向こうは。はい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 、はい、やっぱ確認できるし、うん、中盤と違ってリターンっていうか、まあ相模強パン以外こいつあんまりリターンないんで。はいはいはい、前強パンとかなんか長い技あるんですけど発生遅すぎて運ゲーなんで、うん、基本相模ダイパーのメインなんですよ。はいはいはい、無理したくない時だけタッチューパー振ってくるんで、だからもう相模強パンだけ差し合い意識した方がいいです、ね。オッケー。他の技はもう分かった。相模ダイパンだけマジで、はい、じゃあ差し返したかったんだけど距離が分かってないんだ俺。あ、はいはい、そうかまだ長が。今ダイヤしてないから。あ、ダイヤして。これ届くんだな。何でも届くやんち。ああ。いや悪くない悪くない、いやでも悪くない。なんかこっち有利、こっち有利じゃないねこれ。これなんか有利な行動な気がしないんだけど、これがやっぱ正しい。え、どういうこと？なんかこれやっててめちゃくちゃ不利な感じ、不利を感じる。あーでもやっぱ相模台形の差し返しは狙いたいっすね。やっぱそれしかないのか。もうちょっと長いんで相手も。マジできついねこれ。そうそうそう。それ意識させたら歩いてくださいね。OK。そう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 、その流れその流れ。大事か。これも大事。そう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 。あかー。下がるんかそこ。あの剣のしゃがみ台系、うん、マジで超優秀なんですよ。 OK 頑張る、なんかいけそうな気がしてきた。抜けるんかそれ。うわーもうこれね釣りがきついな。あーまあしゃがみ台パンだけ見た方がいい。あの順番にも反応しちゃってる。あーそういうこと。しゃがみ台パン見れてないんだ。あ、しゃがみ台パン動いたらあっち有利。ラッシュ台パンはさすが有利か。そうですね、ラッシュ台パン。 OKOK。なんか動いたらダイヤ戦にしてるんですけど、たぶん。うんうん。あの、相模強パだけしか差し返し狙わなくていいです。あ、わかった。そう。釣り中足が通る。あ、ごめん、やっちゃった。タッチューパンは差し返すんだったらもっと距離近いです。ダイヤ戦これずっぱしてるんで向こう。よっ。よー、そうそうそう。オッケー、来た来た。いい置き入ったね。もうガチでしゃがみ台パンしかないんで。オッケー。相模台パン当たってたら対策できてないってことになっちゃうんで、リニューアル。リンクだ。いや、ナイスだろう。投げか。投げ引きたりないか。そうそうそう。よ。よ。ちょっと。はい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 。ナイス。だ、よしぞ。ナイス。で中盤当ててくるからこれを置けばいいね。そうですね。そしたら、で中盤当たっても痛くないから。そうだね。しょうがないな。しょうがない。よーだるげん。どうするよねえかな。うまっ。いいねいいねいいね。いいね。勝ったぞこれ。勝ったぞ。わかりましたね。勝ったぞこれ。これ勝った。これ勝った。ルカードラッシュ。はい勝った。よっしゃー。ルカードラッシュして。オッケー。ルカードラッシュは終わってる。あ、オッケー、それ終わってた。オッケー。
いけろ。止まりが止まりや。あ、うわー、惜しかった。あ、終わった。当たった。ナイス。来た？いいよ。あ。いいっすね、いいっすね。自分勝てば勝てば来た。あー当たんねえの？抜けてくんだ。マジで？反応早いね。マジで？いやそうだね。下ガチャでやったんだけど無理だったわ。くそー。でも夏なんか良くなってきたね。いいね。今だよね。かなりいい感じ。ね、うん。リリースマジ面倒くさくなったらマジ負ける。そういうことだね。オッケー。はい。うまい。おいで。来た来た。完璧。いいぞ。はいわやっぱ僕。あ。やっぱこれ立ち勝負もね、これ刺さなきゃいけないんじゃないか。いや一応刺せたら刺した方がいい。投げなこれ。長いでもこれ、マイジャンも発見するし、そうね、空振りしたらもう絶対これね、はい、そうオッケー。あーこれか。あーてか強いな、強いね。あえおーすげー、重ねミスった。あー今返す、あれがリバースが、あー食った。あーうまいわ。いやー、切れちゃうな。なるほどね、ダメだねこれ。切れちゃうわ。まあでもまあリリースは分かったんじゃないですか。分かった。はい、リリーがもう一応攻めてないから、まあ、絶対ジリジリになっちゃうんですよ。あのいきなり走る、踏み込んで中足、一応向こうもちょっと対処しづらいんですよ。立ちコバはダメかな。あ、立ちコバでもいいですよ。じゃあ立ちコバでもっと盤面取りたいね。もうあまりもあっちに主導権握らすぎて地上戦で。そうっすね。だって波動拳打てないから弱いじゃん。でこっちは届く技がないじゃん。で、届く技弱いからダメって言われてるじゃん。で、差し返ししか狙ってないじゃん。そうっすね。そこにマジで踏み込みの中足をいきなりやるが向こう対処できないんですけど。あ、そういうことか。あ、それ俺やってなかったね。それやればよかったか。この通常技が速いのが、まあ、4フレの弱点なんですけど、うん、膝なんですけど、リーチ短くて、うん。で、他の中攻撃はラッシュキャンセルできなかったり、はい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 。まあ、そもそも発生自体、タッチューパン以外はちょっと微妙なんで。なるほど。あ、それがあったら、じゃあ攻める手があったんだね。俺攻めたそれ使ったんだから。いきなり踏み込んできた中足に対して反応して返す技にリターンがないんですよ。はいはいはい。でだからしゃがみ台パンをブンブンするんですけど、リターン高いのがそれだから。うん。そこを差し返し狙って、差し返し狙うとそのリターン高い技が触れなくなって、こっちは踏み込んで中足触れるようになると。踏み込んで中足ができるようになるんですよ。だからもうね、ガチ地上戦やらされるんですよ、あの組み合わせ。あ、でも、ガチ地上戦やってこっちに有利って、そんなんていうの、攻め手があるんだったらいいよ。でも今俺、はいはいはい、踏み込み中足やってないから、はいはいはい、はい、そうっすね、攻め手がなくて、これ絶対不利じゃんと思ってたから、はい、でも勝ってる時やれてたんで、なんかね、ずっと黙ってるから、はいはい、ちょいい加減しろと思って、攻めてこい、てめえがと思って、ちょっとムカついてたんだ、はいはい、そう、いやあれね、おめえ投げ技持ってんだけど、なんで振らねえんだよと思ってて、いや、向こうも攻めてないから、これで、そのゲージ削ってこいや、大盤ガードさせてよと思ってて、はいはいはい、で、溜めてこいや、風をと思ってたから、はいはい、で意外とあっちも行きたくないんだ。だからもう強制的にジリジリになるから。なるほど。ランクマとかでもマジでいきなりジリジリやる羽目になるんですよ。でもランクマだったら大丈夫かな。ランクマは結構真剣にやってるから。あ、はいはいはい、はい、ジリでできそう、大会とかは。ただもう今なんかノジエで何試合もやるとちょっと、はいはい、腹立つかな。まあまあそうっすね。いや、まあ大事にしてもらったんですけどね。じゃあでも実は戦い自体が、あ、まあそうっすよね。でも今中足、踏み込み中足教えてもらったから、はいはい、いや、もっと楽しくできそう次は。